なんか、すごいのができたな。本当ね。それにしても、何度見ても衝撃的のね。え、キャスはこれかか知ってるのか。そっか、デルタは覚えてないのよね。これはイオンがサアリのためにさ、釣った人形なの。イオンはサアリと仲が悪かったのか。そういうわけじゃないんだけど。っていうか、あの時カノンは一緒にいなかったのに、どうしてこの人形のことを知ってるの？実はこの人形、一時期大ブレイクし、社会現象まで巻き起こした人気商品の復刻版なのです。大ブレイク、これな。美的センス狂ってる時代だったんだな。ただし、魔除け家のクマサ人形としてですが。あ、納得した。うん、魔除け家の人形としてならこの見た目でも全然おかしくないもの。でもどうしてそんなに出回ることになったのかしら。わかりません。そもそも、このクマさんに関しては、あまりにも謎が多かったのです。ある鹿が現れた謎のメーカーが売り出すと、この人形は爆発的な人気になりました。ただ、そのメーカーが言うには、この人形は会社が買った倉庫の奥に鎮座していたもので、それをモデルにして作った、とのことです。ホラージやねえか。てか、どうして廃倉庫にこのクマさんがあったんだよ。それに関しても全くの不明で、当然制作者も不明と、何もかも不明尽くしの人形だったのです。ああ、それだけ謎があって不気味となれば、魔除け家の人形として人気が出るのもわかるわ。その倉庫については一度調べる必要がありそうだし、そのメーカーに話を聞きに行く必要がありそうだな。それは無理でしよう。そのメーカー地は、ある日突然消えてしまったのですから。まるで最初から存在しなかったかのように、何も残さずに。俺、マジで怖くなってきたよ。この人形、マジで大丈夫なのか。わからないけど、まあ、もともとの制作者はイオンなんだし、大丈夫、と信じたいわ。